だまだ残暑は厳しいんですが、秋へと季節は移っています。そこで夏の名残と秋を感じる食材で作る簡単和のおかず、今日はですね、豚肉と組み合わせたおかずを西部留美さんに教わります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、この時期ですとどんな料理がいいでしょうね。そうですね、ガスが一つともう本当に温度がガーッと上がって鬱陶しいので、はい、もう調理、基本調理はなるべくシンプルに、シンプルにで、その分タレですとか香りで、はい、薬味の効いた香りの効いたソースだとか何かで変化をつけて、ボリュームがあって、はい、かつさっぱりと召し上がっていただけるお料理を紹介したいと思います。ありがとうございます。さあ、ではですね、今日はこちらです。まず、ね、はい、こちらしば漬けおろしのポークソテーですね。これもう味の決め手は香りと酸味のあるしば漬け、はい、これに大根おろしを合わせたものですね。おで、ししとうやこれから旬になりますきのこなどの本当にもう単純にシンプルに焼いただけでたっぷりの薬味とこのしば漬けおろしで召し上がっていただくという、あ、しば漬け、ね、非常に簡単なお料理です。あ、嬉しいです。じゃ早速お願いいたします。はい、まず主役の、ね、豚肉がありますね。はい、豚肉に限らずこう、はい、ソテーで焼くときっていうのは、はい、この背脂の部分とか、こういう筋ですね、間の入ってる筋を切っていただく。でこれだけだとまだ剃るので、ここに一箇所入れていただきたい。そこもですか。はい、身と油の間あたりをこう切り目を、そうですね、ちょっとこの油の渦が巻いてるようなところに一箇所入れていただき、油の渦、はい、でこれをで塩コショウですね、はい、ちょっと動きます。はい、塩コショウ自体は、ええ、ステーキ の, 時よりも薄くて結構です。しば漬けのお味が入りますので、はい、本当にちょっと引き締まるぐらいの感じ の,、ええ、塩の振り方で構いません。軽くすり込んでおいてください。はい、こちらもですね、はい、塩コショウをしていただきました。はい、さあ今度はフライパンですね。はい、熱してあります。はい、これ、加工してあるフライパンでしたら、ええ、もう本当にお肉が張り付いてしまわない程度で構わないんですね。はい、こう薄く油を塗っていただきます。はい、ほんの少しですね。はい、それで お皿に乗せた時に上になる面から焼きますね。はい、表になる方から。はい、はい、で初めはあまり動かさずに中火ぐらいで、中火ですね。はい、はい、ついついねこう触ってしまいそうですが、はい、ちょっと乗せた時にご心配したら一回こういう風にするぐらいで、そのまんま焼きます。はいはい、でこれ一緒に焼く野菜を、はい、今度はお野菜ですね。はい、ししとうとしいたけを今日は、はい、今日はししとうは、はい、揚げる時もそうですけども、焼く時もちょっと切り込みを入れないと飛び跳ねたりしますので、はい、夏ですね、ししとう。はい、そして今度はきのこが美味しいシーズンになってきますもんね。はい、はい、しいたけ、これは柄の部分を軸を取っていくと。はい、今日は生のもの4枚使います。まあ、他に、はい、お好きなきのこがありましたら、それを使っていただいても構いません。はい、さあ軸を取りました。はい、でこれを一緒にですね、はい、肉と一緒に焼きますが、一緒に焼いていいんですね。はい、これ、はい、もうちょっとですね。もうちょっと、はい、でこの時にね、ちょっとこのお肉の油を伸ばしていただくんです、ね。はい、油がね、滲んでまいりました。それでここにお野菜を入れてください。うん、はい、しし唐と椎茸ですね。椎茸を入れます。入っていきました。でこれ時々返しながら、多分野菜の方が早く仕上がりますので。はい、どうですか。はい、でここで、はい、そうですね、このぐらいですね。はね、はい、はい、こんな感じ。こんな感じですね。いいですね。はい、このぐらいになりましたら、あとはですね、少し火を弱めて、はい、中火から今度は弱めに、弱めにして、はい、大体2分間ぐらい。2分ほど。はい、状況は刻々と変わってきますが、ちょっと見ていていただくと嬉しいなと思います。はい、喜んで、もう見るのも大好きですからね。はい、拝見します。はい、はい、さあその間に今度は、はい、しば漬けですね。はい、しば漬けおろしのしば漬け の処理ですが、はい、これは袋から出したまんまのしば漬けなんですが、これちょっと塩抜きをいたします。ただ洗うように塩抜きをしてしまうと、お、今水につけているわけですね、これね。そうですね、塩気が抜けすぎてもいけないんですね。 ですから長くつけないで、こうちょっといわゆる
一番そのトップの塩気だけ抜いていただければそれで構いません。さらっと一瞬でしたね、はい、それであのよくここで、うん、水気をあの、きっちり絞っていただいてから、はい、みじん切りにいたします、はい、でみじん切りにしましたものがこちらにありますが、一緒にあの合わせる大根おろしの方ですが、今これあのおろしたもの1カップ半なんですが、はいはい、あのこれ今ざるにあげてるだけなんですが、これだとちょっと水切りがあの弱いんですね、はい、1カップ半からさらに水切りをしていただきます、ね、水切りをしていただきます、はい、であの軽くですねちょっと力を入れてあの水切りをしていただくような感じですね。今スプーンで押すようにして水を切る、はい、これ季節によってあの大根の水分ずいぶん変わりますので、だいたいあの半量とまでは言わないんですけど、全体に6割ぐらいになるまで絞っていただいてもいいかなっていう感じですね、はい、でここであのはい、柴漬けをみじん切りにした柴漬けが加わります、はい、合わせます。でザクッと混ぜながら味を入れていただくんですが、あの塩抜きはしましたけれども、柴漬け自体はあのどうしても製品によってお味が変わりますので、一番あの肝心なのはこのお醤油の量です。ですからあの今日はこれみりんを入れて、だし、はい、が大さじ1と3分の2だしを入れて、はい、でこれで醤油が小さじ2弱ですね、はい、これこれあの大体ですね、はい、全部入れていただいて大丈夫なんですが、はい、味が濃いめのあの柴漬けの場合はあのちょっと味が濃くなるあの可能性がありますので、はい、あの味を見ながら混ぜてくださいませ。ざっくり混ぜていただければ構いません、はい、みりんが小さじ半分強ということで入りました、はい、味を見ながら調整です。これが柴漬けおろしですね、できました。これいろんなものに応用が効くんですかね。そうですね、これあの焼いたものでも揚げたものでも合うんですけれども、はい、基本的には鶏の唐揚げですとか、はい、お魚の唐揚げですとか、そういうもので、あ、揚げ物にもよく合う、はい、それとあとあの油の乗ったアジの干物なんかにちょっと添えていただくといいですね。じゃあ一つ作っておくと嬉しいですね、はい、もう大体大丈夫です、はい、あの目安としてはこうきちっとこういうふうに、はい、あの油の間が空いてきて、先ほど包丁を入れた切れ目を入れたところがちょっと空いてくる、空いてくかなり空いてきて、空いてますね、こういうふうにスッとお箸が大体入れば大丈夫です、はい、でここで、はい、お野菜が焼きました。いい香りになりました。見ていただいてよく焼けて。見てただけですけども。バッチリです。ありがとうございます。でこれで、はい、野菜をまず取り出しました、はい。ここでちょっと香りを漬けをしたいんですね。香り漬け、はいはい、ああ一緒、平気です。失礼します。セーフセーフ、大丈夫です。で、はい、お酒。お酒。はい。今日は柴漬け なのであの、はい、相性がいいように日本酒にいたしましたが、これあの。ちょっと洋酒を使っていただいたりしても構わないんですね。そうですか。お酒少々入りまして、はい、ちょっと火加減が強めにしていただいて、はい、お酒の香りを立てて、はい、それでこれで仕上げを、なるほど、仕上げになります。お酒で香りもついたというわけですね、はい、これで出来上がりですね。いいようになりました。はい、お肉がありました、はい、焼けました、焼けました。で少し落ち着かせていただくような、はい、あの感じがよろしいです、まあ、今日今あの切りますけども、きちっとあの、うん、焼くまでに大体2分間ぐらいです、はい、それでここ です、ね、召し上がりやすいように、はい、お箸で召し上がりやすいように、はい、あのカットしていただいて、はい、切ってまいります、はい、そしてお皿の方には青じそとみょうががもう載ってますね。これあの柴漬けおろしにあの、はい、混ぜて召し上がっていただく、はい、あのみょうが豆腐なんですが、両方ともあの千切りに、千切りっていうのもみょうがはちょっと半割りにしてから、はい、斜めに切っていただくとあの筋にが口当たりがなくて済むんですけれども、縦に切ってから斜めに刻む、はい、それで、青じそも細く切ってますが、なるべく細く切っていただいた方が口当たりがいいんですが、はい、あのお使いになるのでちょっと水にさらしておいてください、うん、青じそは水にさらすといいそうです、はい、でこれであの柴漬けおろしの方をたっぷり、柴漬けおろし乗りましたね、たっぷり、はい、添えます。うん、
転がってしまうので、はい、最後にシシトウが、はい、シシトウですね、乗りました。はい、はい、出来上がりです。しば漬けおろしのポークソテーです。出来上がりました。美味しそうに、色艶もいいですね。では早速私もお味見をしたいと思います。混ぜてみましょう。そうですね、あ、でもこう乗せてね、はい、ですね、はい、こがも乗せます。うっと、ではいただきます。しば漬けおろしも乗ってます。うん、おいしい。うん、しば漬けおろし、しば漬けの香りがふわっと広がって、あのお肉のですね、コクというか油っぽさをちょっと軽くね軽減してくれる、そんな感じがいたしますね。さっぱり、はい、さあではおさらいです。豚肉と野菜はフライパンで一緒に焼きます。しば漬けおろしはしば漬けをさっと洗って、調味料は味見をしながら加減なさってください。さあでは続いてはですね、豚しゃぶと野菜のおかず、今度は2品ご紹介します。まず最初はからしごまだれの豚しゃぶサラダです、はい、こちらはあのシャキシャキした食感 の、 あの千切り野菜と一緒に、あのちょっとサラダ感覚で召し上がっていただくんですけれども、あの秋らしく、からしをピッて効かせたごまだれで、ちょっと濃厚なごまだれにいたしました、はい、濃厚なものですね、はいはい、お次はこちら豚しゃぶと焼きオクラの柚子胡椒だれです。こちらはあの焼き野菜と一緒にあの召し上がっていただく豚しゃぶなんですけれども、はい、あのすっきりあの爽やかな辛みといいますか、柚子胡椒を生かして、はい、あの大根おろしをこうでとろみをつけたような感じで、うん、さらっと召し上がっていただくという、うん、楽しみです、はい、では早速お願いいたします、はい、まずしゃぶしゃぶからですね、はい、これあの、はい、いわゆる冷しゃぶを作っていただかなければいけないんですが、うん、はい、お肉こちら、はい、これあのしゃぶしゃぶ用ですね、はい、真ん中で切ってあるんですね。そうですね、うん、お箸で召し上がりやすいように、はい、あとあのタレが絡みやすいようにあの2つにいたしました、はい、で茹で汁なんですが、これ今水です。鍋の中は水、はい、茹で汁としてはあと日本酒、はい、水500ミリリットル、はい、酒が50ミリリットル、お塩はね、ほうれん草を茹でる時ぐらいの感じで、うん、はい、あのなってください。ここでお酒とお塩が入る理由は何でしょう。これね、あの豚肉の旨味を逃がさないためが、うん、あの一番大きい理由なんですね。 はい、であちらにね、はい、沸いておりますね、はい、でこうグラグラ今沸いていますね。グラグラ、はい、でこれをですね、一回こういうふうにガスから下ろしましたね、はい、ガスから下ろしました、うん、でお肉の方は、はい、あの特段あの細かく、はい、あのほぐす必要はありませんので、ほうほう、これでちょっと落ち着いたあの、あれで火から下ろしてある程度まとめて入りました、はい、でこういうふうにあの、まあ、のフラ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 ってしますと、うん、はい、こういうふうにほぐれてまいります、で色もあの変わってきましたけど、急速には変わってないですね。まだ薄ピンクぐらいです、ね、で火にかけた状態で入れる方がきっと多いと思うんですが、そうするとあの、全部ダマにあのなってしまいますので、やっぱり剥がして入れなければいけないんですけれども、こういうふうに外れましたら、あのもう一回火にかけ直して、ここであの、はい、いわゆる 100% 火を入れていただく感じです。じゃあ入れる瞬間は火から下ろすと、はい、いうわけですね。で必ずあの、うん、あのだいたいそうですね、あの 100g 単位ぐらいで、はい、あの入れていただければ構わないんですけれども、 100g 単位ずつ入れていく、はい、うん、でここで、はい、色が変わって上がりました。はい、で次にあの茹でるときはまたあの沸騰させてください、はいはい、こんな形で次々と入れていくわけですね、はい、でこれ氷水に、はい、あのよく入れるんですけれども、ボウルに出しましたね、はいはい、ボウルに出して、これを氷水に、あ、氷水の中にあの直接入れちゃうっていうこともあったと思うんです。そんなことはしない。これね、水、肉が水っぽくなっちゃうんですね。あはー。で水っぽくなんてやっぱりうまみを感じられなくなりますし、もう一つはあんまり冷たくしすぎても肉の美味しさっていうのは出ないので、はい、じゃあこんなふうにほどほどに冷やしてる感じですか。そうです。であの室温よりちょっとあの、なんていうんですかね、冷たいぐらい感じるぐらいまで冷やせば OK なので、それでここですね、あの茹でたばかりのお肉をあの、はい、あの空気に当てておくとパサパサしてしまうので、こういうふうにちょっとラップをこう貼り付けて、ああパサパサしないようにラップなんですね、はい、保湿、はい、お肌のようでございます、はいはい、さあ続いてはお野菜です。一緒に召し上がっていただく野菜は、はい、もうあのシャリ感のあるものでしたらお好きなもので構わないんですけれども、うん、大根、きゅうり、大根ですね、千切りになさっておいてください、はい、氷水にどんどん入れていくわけですね、はい、でここはもうあのキリッと冷たく、はい、ですからお肉よりも野菜が冷たくっていう、うん、感じになりますね、はい、
です。あの今日は紫キャベツのスプラウトですが、ね、他にカイワレですとか、はい、あの例えばセロリを細く切っていただくとか、そういうものをあの活用していただきたいと、はい、パリッと氷水でパリッとです、はいはい、パリッとさせておいていただいて、はい、これでごまだれを使い、はいはい、作ります。からしごまだれですね今日ね、はい、でからし、はい、あのここに練りごまが入っていますが、はい、50g です。からしはあの、はい、あのお好みで、うん、あの量は加減していただいて構わないんですが、小さじと書いてますが、ここはお好みなんですね、はい、からし入りました。そしてで砂糖ですね、はい、砂糖を最初に入れた方が溶けやすいです、ええ、あ砂糖早めに、はい、大さじ2から2と3分の2入りました。でこれから後なんですけれども、うん、はい、初めはちょっと慎重に入れますね。じゃないと、醤油までちょっとだけ、はい、あの分離してダマになってしまいますので、ここで少し醤油を入れましたら、はい、砂糖と、あのごまをなじませるような感じで何回かに分けて入れていただく。醤油はまあ 50ml なんですが、それを何回かに分けてちょっとずつ入れて溶かしていくと、はい、それから酢をいきなり入れてしまってもダマになりやすいので、ここはあのちょっと気をつけて、はい、あのお入れになってください。醤油は今は全部入りましたね、はい。である程度伸びてきますと、あの、はい、バーッと入れてもこういうふうに、うん、あの滑らかに伸びていきます。そうですね。でここで酢を入れます、はい、お酢大さじ4です。まだ暑い時期ですので比較お酢多めです、そうですか、はい、元気が出そう。でここで、はい、ここまで混ぜましたらちょっと濃度を見ていただいて、うん、まあ、このぐらいでもいいんですけれども、割とさらっと、もうちょっとさらっとさせたいなっていう感じで入れます。でこの出汁はですね、あの当たり、あの練りごま の, あのその製品によってあの入るのは変わりますから、一番最後にお入れになるようになさってください。出汁で調整ですね、はいはい、分量は変えながら、はい、それでここでたっぷり青ネギを入れます。はい、ネギ、はい、3本ですね。細ネギ、ネギはあの入れっぱなしにする場合と、はい、あんまり長く置けないので、うん、これあのごまだれだけは、はい、タレだけでしたら、うん、冷蔵庫でかなり長く日持ちがします、ね、はい、これがからしごまだれできましたね、はい、ちょっとどんな味か、はあ、いいですか、お味、いただきます。いい香りがしますよ、ツーンとね、爽やかな、いただきます、うん、おー、おいしい。あのごまだれ の, あの濃厚なコクもそうですが、爽やかな、ね、辛さが印象的ですね。酸味も効いて、これはこれだけでもう食欲のど真ん中きます。意外とサラッとして、ええ、お腹空いちゃった。行きましょう。さあ、こちらにはもうしゃぶしゃぶとお野菜、先ほどの野菜を、はい、乗ってますね。これはですね、あの、はい、とろあんまりとろっとするとしつこいんですよ、残暑の時期は、ですから割合に薄いタレをたっぷりめにかけていただくっていう設定で分量出しをしております。はい、緩めにかけていただきました。はい、2品目こちら、からしごまだれの豚しゃぶサラダ出来上がりです。嬉しい、これもいただいていいんですね、幸せ。じゃあちょっとお野菜と一緒にね、いただきますよ、ね、辛いタレが幸せ、いきます。うん、美味しい。この豚肉の脂身も美味しいんですが、それをこう柔らかく包んで、辛子の風味が口いっぱいに広がって、とても爽やかな仕上がりで、どんどんいけますよこれ。あの思ったよりしつこくはないんですよね、はい、あのごまが、ごまだ、あの練りごまっていうのはしつこいようですけれども、うん、幸せでございます、美味しいございます。ではおさらいしましょう。豚肉はお酒と塩を入れたお湯で茹でました。で火が入りすぎないように火から鍋を下ろしてお肉をほぐしているのがポイントでございましたね。でからしごまだれは練りごまの濃さに合わせて出汁の量を加減して作ってください。さあ続いて豚しゃぶでもう一品です、はい、今度は豚しゃぶと焼きオクラの柚子胡椒だれです。まずはその柚子胡椒だれからですね、はい、これあの柚子胡椒を作っていくんですが、はい、これもあの柚子胡椒 の, あの辛み、うん、それから今の時期って大根が結構、はい、あの辛い時期ですので、うん、あの初めはあの分量の半分ぐらいまずお入れいただいて、はい、あとあの調整していただくんですけれども、大根おろしが今大さじ4となってますが、これは水切りをする前の、そうです ね, ですね、あの先ほど の, あのもそうですけれども、はい、まずはおろしていただいて測っていただいて、6割ぐらいになるまで、水切りをしていただいたものですね、はい、で今みりんが小さじ1入りました、みりん入りました。それから出汁を先に、はい、もし初めての柚子胡椒でしたら、出汁を先に、
それから使い慣れている柚子胡椒でも、はい、状況がお分かりになってきましたらだんだんお醤油そのまま入れていただいても構いませんが、はい、薄口醤油が大さじ2、出汁が 80ml です、はい、でこれこういうふうにとろっとしてるんですよ。おちょっとね、なんかこうちょっとソースっぽいっていうか、はいはい、ソースっぽい感じですね。それで、たっぷり入るのがみょうがです。まあみょうが2個分です。刻んでいます、みじん切り。これみょうがと一緒に例えば白ネギですとか、はい、青ネギなんかをたっぷり入れて一緒に入れていただいたり、みょうがじゃなくて、はい、私みょうが苦手っていう場合は違う、こうネギ類で変えていただいても構いません。はい、これが柚子胡椒だいです、はい、できました。これもじゃあちょっといいですか。大丈夫でしょうか、ね、ははなんか垂れてしまいました。ありがとうございます、はい、いただきます。お何かありますね。いきますよ。いただきます。お、だしの風味がすごく豊かなんですが、みょうがが効いてますね。でこれはお作りになったら、すぐに使っていただきたいので、みょうがは長くあまり入れないようになさってください。うん、ああ、柚子胡椒の爽やかな辛さ、柚子胡椒効いてます。美味しいございます。でこれを使って今度は、はい、先ほどの焼き野菜、ね、今日は、ね、焼き野菜ですね。オクラは大きいまま。うん、エリンギは1センチ厚さに切ったぐらいで、はい、焼きまして、はい、オクラはね、あんまり焼きすぎるとかえってポソッとした感じになりますので、熱々になれば大丈夫です。そうです。でこういうふうにエリンギは手で裂いた方が、味が染みやすいですし、オクラはちょっと回し切りの方がソースが回りやすいので、回し切り、はい、はい、でこれで斜め切りでも構いませんし、はい、たっぷりやはり焼きやすい、ね、豚しゃぶと一緒にお皿に合わせてまいります、はい、ロース肉今回は250から 300g ということです、はい、でこれももう、はい、たっぷりたっぷりと、おお、いやいいですね、香りがいいです、とても香りがいい。はい、早くもできました。3品目、豚しゃぶと焼きオクラの柚子胡椒だれです。ありがとうございます、ね、見た目もね、なんだかこう落ち着いたトーンで美味しそうでございますね。ではこちらもいただきます。嬉しい、まずはしゃぶといきますよ。いただきます。うん、美味しい。うん、柚子胡椒の辛さがとても印象的で、豚肉をまたふんわりとこう旨味を引き出す辛さですよね。これも揚げ物に非常に合うんですよね。鶏の唐揚げにつけていただいたり、揚げ出し豆腐の皮、揚げ出し豆腐で召し上がっていただく、色が効きますね。ではおさらいしましょう。爽やかな酸味、そして辛さの柚子胡椒だれ、お肉と野菜がどんどん進むお味でございますね。きのこはエリンギの他にもしめじですとか舞茸などお好きなきのこでお試しください。秋を感じますよね。はい、というわけで今日はね、3品教えていただきましたけれども、どれもこのタレさえあればいろんな応用が、そうですね、お料理がちょっと簡単なお料理だなと思った時は、はい、逆にオリジナルなタレを、うん、バリエーションを作っていただいて、はい、でこれどれも薬味を加えなければ日持ちがいたしますので、冷蔵庫に保存しておいていただくこともできるので、はい、ぜひお疲れの時には活用していただきたいと思います。どれも味がこうクッと香りと一緒に辛さが抜けて、とてもね、食欲をそそる仕上がりでございます。美味しくいただきました。さてこちらテキストの9月号にはなんとですね、ご覧ください、白ワインの角煮もご紹介しておりますね。これも美味しそう、ぜひね、腕まくりして作ってみたいと思います。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。